ちは。杉並区議会議員の小林由美です。本日も始まりました小林由美の深読みということで、今回もですね、チャンネルアージャの栗山さんにゲストで来ていただきました。よろしくお願いいたします。今回のテーマなんですが、北京オリンピック。北京オリンピックやるんですか？やるみたいですね。はい、ということでちょっと栗山さんの意見も聞きたいなと思って。僕の意見はみんなと同じです。そうですね、はい、毎日新聞の世論調査でも、先日ですね、北京五輪が楽しみっていう方が 17% しかいなくって、しか、まさか 17% もいるのみたいな感じですけど、楽しみ、まあ、もし楽しみですか。まあ、日本選手活躍するのは楽しみな人いるかもしれないね、はい、アスリートの方の活躍が楽しみでは私もあるんですけど、羽生くんなんかね、確かにね、3連覇かかってますからね。はい、はい、でもその気になれない方が圧倒的に多くて、それはわかる、はい、その気になれないっていうのも、まあ、いっぱい要素があるよなっていうことで、はい、まずね、コロナの発症国と言われてますから、そんなところに今ね、オミクロン株がすごく流行っている中で大丈夫なのかなっていうのもあるんですけど、はい、そもそもコロナを理由に毎日新聞なんかって東京オリンピック、そうだよ、反対してます。反対してたじゃん。でも日本のメディアは北京オリンピック反対とは言わないですよね。言わないですね。どこも反対言わないですね。日本でやるときは散々何回で言っときながら。そうなんですよ。北京はいいんですか。ね、まあそれはダブルスタンダードなのか、中国からお金もらってるのかわからないんですけれども、とにかくまあ反対っていうメディアはいないんですが、でもまあアンケート結果にもバッチリ出ている。まあその気になれないのももう本当にうなずくばかりなんですが、コロナじゃなくても。今、ね、現在進行形でウイグル、の方々をはじめとする方にジェノサイドが起こってるっていうことで、まあ、なんか楽しく見れないですよね。そうですよ、うん、それどころじゃないっていう感じですし、はい、他にも香港や台湾の問題もありますので、そういうね、渦中の中国で開催されるっていうので、もう選手たちとか大丈夫なのかなっていうちょっと心配になっちゃうんですけれど、選手たちには本当に申し訳ないけど、参加しないでほしいっていう人多いと思うんですよね。なんか他国で、他国で違うところでやってくださいって。あ、そうですね、はい、やるなら。で、どこの国か忘れたんですが、こういう、まあ、いろんな理由から参加しませんっていうふうに表明された、うん、アイスホッケー の、はい、北米のアイスホッケーチームは参加しないとかって言ってますね。言ってましたね、はい、いや本当に、まあ、自分たちのキャリアも大事だけれども、それよりもいろんな人権問題だったりですね、コロナのことを考えての行動だったなと思うんですが、まあ、そういう意思表示も、まあ、必要かなと思います。というのも、そのアプリ、このマイ2022っていうんですかね、マイ2022っていうんですか、はい、アプリを入れる必要が、なんか新型コロナウイルス関連の状態を当局が確認するために選手、観客、メディア関係者がインストールをしなきゃいけないっていう、なるほど、もう心配しかない、なんともなくても入れるんだ、うん、そうなんですよ。日本だとね、こう感染した人だとか、ここ、うん、そういう人たちは、まあ、アプリを入れないけど、まあ、当然例のアプリを当然入れますけど、そうですね、はい、別途こう状況を報告しなければいけないって言って、うん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 、データとしてきっちり厚生省がホームページを開設してまして、そこ見ると全部載ってます。そうですよね、はい、なんか中国は何でもない人も入れる、ね、観客で普通に健康な人も入れなきゃいけないっていうことで、何のためにでしょうね。いやー、これはもう他のことに使うんでしょう、ずっと監視されるんでないかっていうことが言われてますね、うんうんうん、なんか実際に天安門事件とか法輪功とか、そういうキーワードを、まあ、NG ワードとして決めていて、うん、このアプリの中のチャット機能かなんかでそういうのを使った場合、なんかこう恐ろしいことが起こるって言われ帰国できないんじゃないかみたいなことも言われて、即逮捕みたいな感じですか。そう、そういうこともあるでしょうね。違法ワードっていう、なんか中国中国は、まあ、中国にもう入ってきた段階でもう中国の法律でそういう違法ワードを使った人を、まあ、取り締まるみたいなことも言っているので、あれ、中国って法治国家でした、ね、
怪しいですけどね。違いますよいや、ね。そうなんですよ。危ないです共よ産ね。党の法律に従うんですよね。日うん。本の法律に従えとは違いますよね、まそうたでね。すね。いや、これが音声チャットやファイル転送、オリンピック関連ニュースの受信に利用できるっていうことなんですが、音声チャットってことは音もキャッ音チもすキャッチするるんですね。でしょうはいね。はいはい。確かその TikTok があのス TikTok。パイアプリだっていうふうに話題になった時に、 TikTok の設定をちゃんと最初の時に気をつけないと、音声データが流出するような仕組みになってしまってるから注意ってことを米国が発信してましたけど、このアプリも多分ね、そういう懸念があるというか、例えばまあ日本の選手で北京オリンピックにこう行って観戦して、観戦ってこう見る方ですね、見て帰ってきた後も監視されたり、音を取られたりっていうことはまあなくはないとなんいかうないでしょうね。か、いくらそのアプリ消しても多分無駄でしょうそうね。でしょうね、一うん。回入れた一ら回入れたらね、そう監違う視とさこれにるんちでゃんしとょう潜んね。じゃいますよ。いやー、ウイちょっルスとが。恐ろしいですよね、恐ろしいで本す当に。ね。いや、中国は、まあ、こんなこと言うと、そんなわけないだろうって結構言われまああ、すよまあまあね、ね。なんとか論とかっていう感じで言いますけど言ね。われはまい、す。はい。TikTok の時も結構私も問題視してましたけど、なそんなことないとか、よく聞くのは、こんな俺なんかの、情報なんか取ったって、そんなに問題ないよみたいなこと。違うんです違よ。うんあですなよ。たのお友達とかお知り合いの情 報が必要なんですそうでよ。す、そうです。デマ帳の中のそうですすべてよ。の方のね、そうで情すよ。報全部が。抜かれちゃってるんですそうでよ。す、そうです。なんかね、あと LINE とかもなのかな、はい。会話だったり音声だったり、まあ、いろんなことが、まあね、技術的に抜けるはい。はい。ようギュにーできるんでなすっよ。てますかはらい。ね、はい。やるような国ですかはい。ら、もうちょっ監視社会ですから。といや恐ろしいですよね。まあそっちが心配かなっていうのが、まあ、その気になれない理由ですよね。だって、いやこれでオリンピック終わったら、閉会式終わったら、いやあれか、台湾に攻めに行くのか、中国は、って思って見ちゃいます。そうですね。多分開会式とかも国威発揚ああ、どうでしょうね。すごい開会式でしょうね、のきっとね。中国はすごいんですみたいな、そういう開会式になるでもう、しょうマスね。ゲームはすごいですよ、きっいやと。そ一糸乱れぬ。怖いですよね。まあ軍隊を彷彿と させはるい。ようなすごいですよ、感じで中国しは。ょうはい。ね。まあ中国はすごいんだということを内外に知らせるために、多分莫大な予算を投じそうるんでしじゃょうね。なそいれはかもうなそうでとすよ。思いますし、いや選手が巻き込まれるのが心配で、やっぱり政治ショーみたいなことにでなるすでしょうね。ね。うん。いやね、なんかオリンピックってどうなんだろうってちょっと考え始めちゃいましたね。まあ平和の祭典と言われてますけど、本当にまあジェノサイドがね、起こってる国でやるって、もう矛盾もいいとこですよね。いやなんか選手たちもまあね、自分たちの夢やね、いろんな関係があって断るっていうのは難しいと思うので、日本政府がちゃんと対応してほしいなと思いますね。携帯は自分の持っていかないとか、ちゃんとルールを決めて、やってほしいなと思いますね。日本政府がちゃんと、まあ、外務省とかですかね、携帯だったり、いろんなこうセキュリティの講習やるとかですね、対策しない限りちょっと危ないですよね。まあね、選手はね、このオリンピックのトップを目指して頑張ってきたわけですから、出たいでしょうし、競技したいでしょう。だけど、まあ、いろんな事情があって、今回はやっぱり無理ですっていうことも、まあ、必要ですよ。ロシアというか、ソ連で、ね、やる時のオリンピックは、結局、ボイコットしたんで、選手そうもで行かなすかったわね。けで。そうですはい、ね。山下選手がね、涙ながらに訴えていたのを覚えてますけど、年齢近いですから、ちょうどリアルタイムで見てましたけど、うちの区議会にもいるんですよ。幻の五輪選手がいて、区議会議員でハンドボールで選手だったんですけど、それで出られなかった方がいるんですよね。まあ悔しいでしょうけど、やっぱりですね、ちょっと危ないっていうことで、身の危険をですね、ちゃんと分かった上で行くなら行ってほしいなと思いますけどね。危険ですよね。確かに身の危険はあるでしょう。
いや、不当なことで逮捕しまくる国ですからね。本当に私なんか言ったら即逮捕ですよね。もう絶対 日本の保守言論人は入れません、きっ入れと。ないですよね。一行って入回、れたら逮捕です、即。はい、一回昔 OL 時代に行けてよかったかなと思いますね。あの時に行けて、今だったら即逮捕でしょうそうですね。ね。帰国はできない。今回の五輪でそういうことになってしまう選手っているのかなと。いや、どうでしょうね。表面的には多分いないでしょ、きっと。そうですね。よっぽどのみんなが確かにこれはダメだわっていう人は捕まるかもしれないですけそうど、ですね。表面上は何も寝言もなかったように。で、閉会式終わって、あれ？帰ってこないよ、この人みたいな。あるかもしいるれかない。もしれない。何らかの理由で帰ってこれてません。でも中国は、いや、帰ってったよって、どこ行っちゃったんでしょうねって、知らんぷ怖りですいよでね、すね。きっとね。そこまでもし行かなくても、何か政治的な発言して謝罪要求させられたりするああ、選それは手とかもいそうですう、いよそうでね。すね。それはだから日本選手じゃなくて、違う国の外国の選手かもしれないですね。そうですよはい、ね。日本人って割とその辺は教育されると、もう沈黙の、守って、ただただひたすら競技にそう勤しでむですしょうよから。ね。海外はね、分かんないですけ外国のど。選手は分かんないですよ。主張するから、ちゃんと。いやー、でもね、中国という大きい組織というか 共産党の組織に対してね、一人で立ち向かうのは厳いしいやー、もそんれがあはるもうの厳しいし、で。やめたほうがいいですね。ちょだっとから、私心配やっぱで行すかないね。方が本当はいいんですけど。本当はいいですね。いや、もう心配でしょうがないんですよね。もうコロナもそうだけれど。すみません、こうカットしいて。え コロナって今、おみくじとか言われてますけど、おみくじ、オミクロン。おみくろ おみくじはい。に当たったみたいな。実は2っていうのが発生してまして、そうですはか。い、もう成田空港では外国人さんで、その2になってる方がもう数百人いるってこあとりで、ゃー。これは聞くところによると、感染力は相当強いと、今のオそう。ミクロンよりも。いやまあ、ただ、ウイルスのレベルは同じらしいんー。ですけど、感染力はすごくって、一旦こうなってるやつがすぐ収まるんですけど、オランダなんかでは今のオミクロン2が発生してこんなになってます。そうなんですか。なんか後遺症なんかも心配してるので、ああ、そうですね。一回かかって治ったとしても分かんないですわよかんないですね。ね。いやー、いろいろ不安がある五輪ですけれども、ちょっと後半もう少しグレーなところ お話をしたいと思います。